比叡山ドライブウェイ。比叡山ドライブウェイは、滋賀県大津市の比叡山にある、一般自動車道事業による、有料道路である。京阪ホールディングス、京阪の子会社である、比叡山自動車道株式会社が運営している。本校では、東道と接続している奥比叡ドライブウェイに関しても、取り上げる。滋賀県と京都府にまたがる比叡山の山腹を、南側から登り、 大津市の他の谷峠から、延暦寺等々、根本中道、比叡山頂までを結ぶ約 8.1km の市道の有料道路である。途中の、夢見が、丘で、大津市街をはじめとする、琵琶湖の南湖周辺が一望できる。また、沿線には、同じ京阪グループのホテル、ロテルド、比叡がある。奥比叡ドライブウェイは、比叡山ドライブウェイの終点である。 ポンポン中道から延暦寺斎藤、釈迦堂や横川中道を経由して、大津市、大木までを結ぶ約 11.8km の有料道路である。途中に、比叡山歩道レストランがある。なお、大津市、京都市方面からは、京阪バス、京都バスが路線バス、比叡山ドライブバス、比叡山内、シャトルバスを運行しているほか、 両ドライブウェイ内のシャトルバスが運行されてり、比叡山内一日フリー乗車券も発売されている。比叡山ドライブウェイ奥比叡ドライブウェイ。営業時間外の夜間は通行止めとなる。本道路は道路運送法に規定された自動車道とみなされていることから道路交通法が適用される。一部車両通行規制として 125cc 以下の二輪車及び自転車。 徒歩での利用はできない。また ETC も使用できない。比叡山ドライブウェイと奥比叡ドライブウェイは終点に位置する比叡山延暦寺のところで直結されており、両道路を合わせると道路の延長は約 20km にわたる。終点付近から山頂展望台へ向かう分岐路がある。下記は2019年10月現在の公式サイト情報による。 以下の区間別及び車種ごとに料金が定められている2019年10月現在。比叡山ドライブウェイの入り口は名神高速道路京都東インターチェンジから国道161号西大津バイパスの南滋賀ランプ、滋賀県道30号を経由して約 10km 離れた位置にある。また奥滋賀ドライブウェイの入り口は国道161号。 湖西道路の大木尾ごとインターチェンジから滋賀県道315号と滋賀県道47号を経由したところにある。比叡山は最長が解散した天台宗の総本山である円暦寺があり、古くからの信仰の山として登山観光の地である。沿道には多くの木々が立ち並ぶ一方で優れた眺望も確保されており、多くの区間で 琵琶湖や大津市街を眼下に眺めることができ、途中の夢見が岡谷比叡山頂展望台からゆっくり眺めを楽しむことができる。線形はきついカーブが少なく快適なドライブが楽しめる峠道と評されている。比叡山の山頂へ向かう分岐路線を登ったところにある山頂展望台は大津市や京都、大阪の夜景を見るスポットとしても知られている。 延暦寺北側で直結する奥比叡ドライブウェイは、比叡山ドライブウェイよりも曲がりくねった、樹林帯を抜けていく、ワインディングロードで、火界の景色も眺められるポイントもいくつかある。1960年7月24日12時45分頃、西村院北側50メートル付近の山佐寺で、指名だけから15度以上の急勾配を下ってきた、全ただし、交通バスの観光バスが、 上り途中で停車していた、京阪バスの定期バスの全部に衝突。そのままガードレールを突き破り、約30メートル下の山道を飛び越え、70度の休憩車を約150メートル下の谷底まで転がりながら落下した。観光バスには、神戸市吹合区の遺族会44名が乗車しており、うち未成年者を含む28人が死亡。 さらに重症者18人を生ずるという、京都新聞の報道によれば当時全国でも戦後2番目の規模の転落事故となり、落下経路には遺体や負傷者の体、もしくは身体部位が散乱する惨状となった。比叡山ドライブウェイでの大規模な転落事故は、これが初めてである。現場は急な下り坂の上に直角に近いカーブであり、以前から危険性が懸念されていた。 滋賀県警本部は、事故後直ちに救援対策本部を設け、消防団員、延暦寺の僧侶、陸上自衛隊の協力もあり、16時頃には、遺体と負傷者の収容を終えた。また、衝突された、軽阪バスにも4名の軽傷者が生じた。17時過ぎには、被害者家族の第一陣が、現場に到着。19時頃からは、延暦寺の僧侶により、 棺に収められた死者への度胸が行われ、遺体は21時頃には山を降りた。調べによれば、現場には、ブレーキ痕が全く残されておらず、重傷を負ったが一名は取り留めた、運転手も、ブレーキは効かなかった、サイドブレーキを用いようとしたが、これもダメだったと、ことしている。なお、吹き合い区遺族会は80名が2台のバスに、分譲しており、事故を起こしたバスは、 皇族の二代目であった。その他、たまたま現場付近に合わせた26歳の男性が150メートル下の谷底まで救出に向かい、落ちていたタオルをつないで負傷者を背負いがけをよじ登り、救出するといった献身的な救出活動を実に4回にも渡って繰り返したとして、これを確認した京都府警より、滋賀県警に連絡を行い、 近く、滋賀県警より表彰される見込みであると京都新聞で報じれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。